球一郎と遊ぼう。文化放送 FM916 PR キャラクターの球一郎だ球。皆さんこんにちは、文化放送アナウンサー西川彩乃です。皆さんこんにちは、声優の松浦あゆです。よろしくお願いします。キュー、今週も僕の冠番組が始まったキュー。あゆちゃん今日も可愛いね。ちょっとちょっと僕の話聞いてほしい。キュー、可愛いのは知ってるキューというわけで、僕のイケメンのキュー一郎の方のキュー一郎マジアニラブをバードウォッチングしてくれたか。キューしました、バードウォッチング。どうだったかキュー、どうだったっけ。僕のすっごいイケメンで驚いちゃったんですけど、どうだった。でも全然キュー一郎感がなくてあらびっくりしました。それはどういうことだっけ。僕だってイケメンだっけ。僕だってこの姿だってかっこいいんだっけ。でも一応なんか要所要所にこのヘッドフォン、そうだっけ、首にかけてたりとか、そう特徴が、ね、黄色いスニーカーも履かしてもらったっけ。あ、そうなんだ、うん、でも なんていうんだろう、なんか頭身がさ全然違う、うん、すごい小顔で、足の長さが足の全然違う。なんてこと言うキュー。僕だってこの素敵なおみ足を持ってるキュー。かわいい、よいしょよいしょ、かわいい。キュー一郎やっぱ頭身が全然違ったんだよね。頭身あれどういうことなのか教えてくれますか。そうですね、彼は僕の中にいたんだキュー。いた、あ、そう、新たな分かってもらえるキュー。卵を産んだってことでいいのかな。違うキュー、別に僕の息子なわけじゃないキュー。今はどこにいるんですか。うん、彼は普段はあんまりあの姿を保ってられないから今僕の中にいるキュー。わかる。わかんない。わかる。やばいってやばいって言われたどのくらい彼はどのくらいいられるの。そうですね、まあ、マジアニラブの放送分ぐらいだから20分ぐらいかな、この世にいられるのは。で一回僕の中に戻ってまたマジアニラブの時間にバッて出てくるキュー。へー、どうやって中に戻るの。どこから、どの穴から。食べるの。どの穴とは食べる、食べるの、口から捕食にゃあ、でもなんかそうウルトラマンみたいな感じなんですね、制限時間があってね。かっこいい言い方をしてくれて嬉しいキュー一郎。でもあっちのキュー一郎が人気だったらこっちのキュー一郎も人気になるかも、人気にあやかれるかもしれないよね。そうなんだけど、まあ、最近ね世の中イケメン好きだから僕のこともイケメンの隣にいる可愛い鳥さんということでチヤホヤしてほしいキュー。確かによくね、うん、そう明星とかでも可愛い犬とイケメンのショットみたいなあるもんね、うん、あるキュー、うん、そういう感じ目指してるんだ。両方同一人物ってのはなかなか珍しい状況だっけ。キュー一郎って実際なんかどのくらいの人気があったんだっけ。そうですね、回答は控えさせていただきますキュー。キュー一郎ってでもいろいろねグッズとかもあるのよ。そうなんだっけ。とか欲しい、あげようか。あ、大丈夫です。なんだキュー、悲しいキュー。笑顔で大丈夫ですって言われたキュー。キュー一郎なんかゆるキャラグランプリも出てたじゃん。そうですキュー、ゆるキャラグランプリも出たし他にもいろんな番組とかいろんなステージにも立ったキュー。そうだ、大竹誠さんともね共演されていましたよね。そうだキュー、うん、文化放送の地上波の番組には大体出たと言っても過言ではないキュー。それは着ぐるみの方で出た。そうなんだキュー、この姿はここが初めてだキュー、うん、だから、まあ、リスナーの方もこの声はねよく聞いたことあったと思うし、うん、はいはい、ツイッターもやってるんだよね。そうなんだキュー、僕の趣味は SNS だキュー。でもこれ以外にも人気が出るんじゃないかなと思って僕が企んでることがあるんだキュー。なんだろう、どんなこと。キュー一郎歌を歌いたいキュー。うえーいやー。あれ2人の反応がそうでもない。歌、歌良くないかキュー。え、この声で歌う。なんだキュー、イケメンの声がいいっていう。なんてこったキュー。想像がつかなくて。もうやっぱりラジオ局に太いパイプを持つキャラクターとしてはですよ。はい、歌を一曲ぐらいは持ってれば他のワイド番組とか露出ができるんだキュー。
まあ、ぜひぜひ曲とかねかけてもらえるかもしれない、ね、そうなんだけど、パワープッシュでプラスチューンとかにかけてほしいんだけど、うん、まあでも確かにイケメン九一郎の方のね声で歌ってもいいと思うんだけど、ちょっと待ってキュー、この3人で今のこの状態で歌いたいんだキュー、今のこの状態3人って言ってますけど、3人で歌うんです、九一郎3人って言ってますけど、どんだけ弾いてるんだキュー、どうなんだろう、ちょっと2人で練習しましょう、なんだっけ僕の番組だキュー、九一郎は何どういう歌を歌いたいの、やっぱりかっこいい曲がいいキュー、女の子にモテたいキュー、最近のかっこいい曲を教えてほしいキュー、でも松浦ちゃんはどういう曲を聴く、最近はなんだろう、流行りの曲とか結構聴くんですけど、あいみょんさんだったりキングヌーさんとか、うん、ヒゲダンとかも聴きます、うん、あ、はい、へえ、じゃあやっぱどっちかって言ったらそういう曲やりたいよね、そうですね、カバーとか、あ、いいじゃんいいじゃん、かっこいい曲持ち歌がないのに最初からカバーすごい曲持ち歌がもう完全にもう人気にあやかる気満々すぎる気がする、アイミョンさんのカバーカバーでカップリングとかにキングヌーさんのカバーみたいな、もうとんでもないカバーアルバム、カバーアルバムとんでもない番組になる気キュイチロー、僕ってそういえばいつも真っ裸なんですかね、そういえば今更です、急に探り出したけど自分の格好をなんかちょっと僕もかっこいい格好をしたら人気が出るんじゃないかな、浜祭りの時に蝶ネクタイをしてたりはしたっけ、うんうん、あ、時々ね、おしゃれしてるよね、そうなんだっけ、おしゃれさんなんだっけ、うん、このね見えます、このヘッドホンも水玉でおしゃれでしょ、確かにおしゃれちゃおしゃれ、おしゃれちゃおしゃれちゃ気になる、なんかね、なんか今日は結構3人ともグレーで揃えて、うん、そうなんですけど揃えてきてくれたんですよね、うん、かわいい、すごいすごいなんか作り笑顔が半端ないキュイチロー、まあ、でもなんかね曲とかまだわかんないんだもんね、九一郎勝手にやりたいって言ってるだけだもんね、うん、そうですけど、でもめちゃめちゃかっこいい、もう女の子がキャーって言っちゃうような曲を歌いたいな、確かだキュー、うん、なので偉い人どうぞよろしくお願いしますキュー、うん、まあどうにかね見てるといいですねすごい悲しい、見てるといいですね、見てるといいですね、味方がここにはいないキュー、でも楽しい3人で喋ってんの、はい、うん、なんか僕はいじめられてる気分になるキュー悲しいキュー、僕の冠なのに、やめろやめろ、まあ、今今週ね、あの冒頭にもお話あったんですけど、九一郎はこの番組の他にも担当番組があるということで、僕の九一郎のマジアニラブが4月から第1、第3金曜日17時から放送してるキュー、ぜひみんなにはバードウォッチングしてほしいキュー、あとこの番組へのメッセージも待ってるキュー、はい、はい、いろいろ送ってほしいですね、はいあ、メッセージの宛先は916@joqr.net 数字で916です。そしてこの番組は第1、第3月曜日に配信されます。そして超 A&G プラスアニトモの中でも動画配信されておりまして、これがまあ夕方の4時40分ぐらいからだいたいっていう感じなんでね。毎週、うん、各週か見てほしいですね、はい、よろしくお願いしますキュー、さあ本日の感想ですが今日はどうだったかキュー、今週はもうあゆちゃんの好きな曲が聴けてすごい嬉しかったな、やばいキュー、毎週毎週松浦ちゃんの情報を集めていく西川アナ超怖いキュー、あいみょん歌いたいな、一緒に歌いたいです ね危ないキュー、2人でカラオケまずいキュー僕も連れてってほしいキュー、キュー一郎どうだった今日は、あ、とっても楽しかったキュー、僕だってよかったね、僕だって楽しかった、よかったよかった、なんか松浦ちゃんが味方かなって思ってたんだけど今のとこそうでもないなってことが分かったキュー、キュイチログッズいらないそうです、悲しいキュー、見てみたい、ね、本物見てみたい、見てから決めるの、はい、事務所に送りつけますキュってことで文化放送 FM91.6 の PR キャラクターキュイチロと文化放送アナウンサー西川彩乃と松浦あゆがお送りいたしました、バイバイキュー、まだぐちゃぐちゃ